いや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 、ぼっちじゃないって。一人だと思ってるでしょ。さすがに私でもいますから。いるの。すごいな。でも、もうそろそろな気がする。メリークリスマース、ね、遅いもう一人で寂しかった。メリークリスマース。やったー。クリスマスといえばケンタッキーですよ。え、今日さ、そう、あの、来てくれるってことだったからワインも用意したし。本当に？そう、ちょっとさ、パーティーしたいなと思って。やりましょうよ。今日は12月24日クリスマスイブということで、皆さんね、きっと素敵な夜を過ごしていると思いますが、私たちもこうしてパーティーしながらお届けしていきたいと思います。ちょっとゆるっと、そうっすね、ホームパーティーな感じでお話しできればなと思います。せっかく広瀬さんがおすすめのワインを用意してくれたって。あ、そうそうそう、コノスルっていうワインなんだけど、もうね、本当に手軽に飲めるワインなの。私もよく一人で飲んでて。あ、本当ですか。なんかお料理しながらでも飲めるから。じゃあ飲もう、これも。ぜひぜひ飲みましょう、うんうん、あげようか。あ、ありがとう。じゃあせっかくで乾杯しましょう。やったー。じゃあ皆さん、メリークリスマス。乾杯。あ、いい香り、うん、うん、やっぱりいい香り。美味しい。コンビニで買えるとは思えない美味しさですね。そう、コンビニで買えるのすごい手軽なのに本格的な味、うん、美味しい、うん、うわ、美味しそう。パーティー感。本当はちょっとライブ配信したいなと思ってたんですよ。広瀬さん、お酒入るとね、そうそう、止まらなくなっちゃう。まともに話せるのは多分飲む前なので、ちょっと話がすごいことを話したかもしれない。広瀬さんも、うん、理想のクリスマス過ごし方。理想のクリスマス、24日はディナー食べに行って、25日はお家でゆっくりするっていうのが多いかもしれないです。お友達とパーティーとかもし、あの、え、当日とかじゃなくても、します。むしろなんか25日に家族でみんなで集まったりとか、うん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 、友達のカップルとかとみんなでも集まったり。あ、いいですね。5、6年前とかはあのクリスマスのあのムードの海外の感じがすごく好きで、クリスマスに合わせて海外旅行してました。え、あ、すごい。もう休み取っちゃって。でも街中のそのイルミネーションとかもすごく素敵だし、デパートとか行くだけでもすごくこう高揚するじゃないですか。ニューヨークとか行ってました。向こうに結構友達がいて。素晴らしい。え、めっちゃ最高ですよ。日本でもイルミネーションって結構いろいろやってるじゃないですか。やってる。それは行きたい派ですか。行きたかったけど結構人多いじゃないですか。人がね、事前確認がこれ必要だと思ってて、その服装とかも結構ヒール高めのものとか頑張って履いちゃったりしたら、行きたい気持ちはあるけど行けないじゃないですか。付き合いたてとかだとあんまり言えなかったりする時もあるじゃない。それで行っちゃってさ、足負傷みたいな辛いことにならないように、これ事前確認、事前共有が必要だと思います。寒いしね。もう見に行きたいんだったら、ちょっとクリスマスの前ロケハンロケハンしてそれさ、すごいできる男ですね。イルミネーションのロケハンはやばい。車でさらっと見れたら。あ、それはもう、もう戸賀さんとかそういうの上手そうですよね。そうですね。あえて言わずに、なんかこうドライブとかちょっと行こっかって言って、え、クリスマスなのにドライブ行くのって言って、どこ行くんだろうって思って、みんな誰も通らないようなところで、じゃあパッと見えたら、ちょっと降りよっかみたいな、えってなって見たら、すごい綺麗なところで、ちょっと小高いところで、めちゃめちゃ映えるスポットみたいな。妄想が進んでますね。24日はディナーに行きたい。なんかやっぱどっちかはクリスマスディナー行きたくて、フレンチとかよりも和食、とか中華が私は行きたくて、クリスマスだともうクリスマスメニューで統一されちゃうんですよ。そうなんですよね。そう、私は結構それよりもなんかこう和食でちょっと変わったものとかがいただきたいんです。通だな、それは。なんかちょっと粋じゃないですか。粋だね。聞きたかったことがあります。なんか今日はまあちょっとクリスマスムードを高めるために私赤い洋服着てますけど、相手がもしこれ、あの、お互いに言えることだと思うんですけど、クリスマスをちょっと意識した服着てきたらどう思います？いや、めっちゃ嬉しいね。え、そうなん
んだ。男はめちゃくちゃ嬉しいでしょ。うそ。その今日の広瀬さんのね、これね、それもそうだし、そこのここのウエストの部分がちょっとリボン風 だからより気分は高めますよね。優しいね。優しい優しい優しい、優しさしかない。優しさしかない。今日の森さんは優しさ、優しさ、やばいもう、やばいもう、ついつい飲みすぎてるから今。逆にメンズが赤いニットとか着てきたらどう思いますか？ケースによってはすごく、あ、素敵ってなるけど、取り入れすぎて、あまりにもちょっとやりすぎ感出てると、ちょっと恥ずかしいってあ、私一生恥ずかしいってなっちゃう。やばい、ちょっと恥ずかしいってなっちゃうかも。じゃあでも可愛いけどね。白いニットぐらいの方がいいかな。白いニットはいいと思う、ね、じゃあどうぞ。あ、ありがとうございます。最後速度上げて何回目だろうね、うん、もう2人で1本余裕だね。なんか聞きたいことあります？井上くん一番なさそうじゃんデートプランはどこに行きたいかとか。あ、なんて素敵な。うん、まあ、ご飯行って、でその後バー行って、うん、本当に仲いい2人だったらもうそのままお家行って、うん、映画とかライブとか見て、だからプレゼントとかもそのお家でありがとうって渡したりとか。そう、プレゼントが一番大事なこと聞きます。大事なこと忘れちゃった。欲しい派？欲しいよね、そりゃ。欲しいけど、でも私12月21日が誕生日で近いんですよ。だからそんなに積極的に欲しいとは言えない、ね、ご飯は行きたいですよ、うん、それぞれに、うん、行けたら嬉しいなと思うけど、うん、プレゼントはもうお相手に委ねます。それはもう分けろっていうことだねBR のユーザーはそういうのはちゃんと分けて、うん、これは誕生日、これはクリスマスとか、すごい、そういう決まり作りましょう。あ、もう BR 法発歩発令記念日は記念日ごとにちゃんと祝う、うん、祝う、うん、そうしましょう。まあでも気持ちが大事ですからね。そうです。でも私は結構クリスマスに何あげようかなって悩んじゃう、いつも。それこそ BR みたいなお店行って、いや聞くかも。結構何が一番売れます？セットフィーディのパーカーをプレゼントしたいっていう人もいるし、ネクタイとかチーフとかいいっていうのもプレゼント、うん、あー嬉しい。まあそう、ネクタイのプレゼントとかってこうしたいんですけどって言われるじゃないですか、はい、もう僕の方が嬉しくなっちゃいますね。ちょっと酔っ払ってますね大丈夫ですか？そうそう、な涙が出てる。涙がお客さんに胸熱。あ、けどそれで酔っ払ってますか？私じゃないです、私じゃないです。早かったね、あっという間だった。クリスマス終わって一気にお正月感出る日本っていいですよね。確かに、本当にあれっていう感じでクリスマスムード終わったらもう年の瀬に向かい、バタバタっとして大晦日を迎えるっていう、で年明けになるっていう。まあこの24日の放送最後じゃないんですよ、広瀬さん。実は31日に配信があるんで、すごい節目の時にあるんですね。絶対最後見てね、大掃除しながらでもいいから、あの PR を見ていい年を迎えましょう。じゃあ素敵なクリスマスイブを、そして年内にね、あとまだ1回あるのでお楽しみに。またね。じゃあ年越しそば頼んで、年越しそばね、次の収録しましょうかしましょうそうだ次ね、もう一本あるから。チャンネル登録はこちら。飲みすぎちゃったよ。おすすめ動画はこちら。一人ぼっちにならなくてよかったよ